皆さんこんにちは。この試合はおそらくこのステージで最高の試合になるでしょう。スタジアムはすでに大変な盛り上がりを見せています。こんにちは。今日の試合は楽しみなゲームとなりました。どちらも負けられない中での重要な一戦、実況は私西岡明彦、お隣解説席には福西崇史さんもお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。今日の試合は PSV 対アヤックスです。 L ディビジに所属するクラブ同士のカードですね。アヤックスはリーグ優勝33回、オランダカップ18回、数々の国際タイトルも獲得しているオランダを代表する名門クラブです。優勝争いの常連ですね。一方 PSV もリーグ優勝23回、オランダカップも9回獲得している名門クラブです。常に激しい競り合いを続けてきた2チームですから、今日は面白いゲームになりますね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。さあ、ペースプレーのキックオフで試合開始です。ダセ・シェーレ、このパスはカットされました。ダニエル・シュバーブ、シュバーブ、ガストン・ペレイロ、ペースプレーゴールへのイメージが共有できていますでしょうか。ダセ・シェーレ、これは見事なインター、ガストン・ペレイロ、ゴールキーパーが余裕を持って対処しています。ドゥシャン・タディッチ、デヨング、ダセ・シェーレ、デヨング、マタイス・デリフト、ダレイ・ブリントン、このカットは大きい。しっかりと奪いました。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ちょっと消極的なパス回しです。このパスが通ります。1点リードにできるか。いいカット、ナイスタックル、ファールをせずよく止めました。主審がオフサイドの判定です。ガストン・ペレイロ、グティエレス、ニック・フィエル・ヘフェル、ここは中央の選手にクロス、キーパーの守備範囲でした。ドニー・ファンデベーク、カウンターを狙います。上がっていけるか。絶妙なパス、素晴らしいボールだ。このシュートを弾いた。コーナーキック、アヤックス。
ボールを入れた。キーパーがコーナーをパンチング。ガストン・ペレイロ、グティエレス、デヨンク、スペースに見事なスルーパス。コーナーキックはペースペーです。コーナーから中へ、このボールは相手にクリアされました。ニック・フィエルヘベル、サイドをえぐって中を見る。マタイス・デリフト、ハキム・ツェーク、カウンターのチャンス、仕留められるか。入れば1点リード。キーパーがボールをキャッチしました。危険な位置です。緊張感が増してきます。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ニック・フィエルヘベル、ボールを返します。クロスを中央に入れた。キーパーが軽く抑えました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。走り込んだ味方にスルーパス、ハキム・ツィエク、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。しっかりと決めました。落ち着いていましたね。あのぐらいの距離だと逆に力んでしまう選手もいますが、冷静でしたね。センターサークルから試合が再開されます。アヤックスリードを守れますでしょうか。ニコラス・タグリアフィコ、これは見事なインターセプト。ペースペー入ってきたぞ。空いているスペースが見えたか。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。ボールが外に出ました。アヤックスのコーナーキックです。中に入れた。チャンスにはなりませんでした。前方に運びました。イルビング・ロサノ、ここはパスミスになりました。ボールを失います。これはチャンスだ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。いやー、キャプテンが決めました。チームに勇気を与えるゴールになりましたね。別のアングルからご覧ください。グティエレス、シュバーブ、ガストン・ペレイロ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。これはいけません。あっさりとパスカット。ボールが足につきません。ルーズボールだ。
レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対0。ゲームはハーフタイムに移ります。今シーズン堅い守備を誇るアウェーチームですが、リードした展開でゲームを折り返しました。点差はわずかですが、しっかり守れていますから、おそらく最後までこのまま行くでしょう。さあ、ペースプレーのキックオフで試合開始です。絶妙なパス、素晴らしいボールだ。このシュートを弾いた。これはカウンターを狙えそう。走り込んだ味方にスルーパス、ハキム・ツィエク。見えたか。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。ここはパスミスになりました。ボールを失います。これはチャンスだ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能。さあ、残りは45分。アヤックスがリードしています。ニコラス・タグリアフィコ、ダビド・ネレス、ドゥシャン・タディッチ、サイドのスペースを使います。 PK だ、 PK ゲット。アヤックスにビッグチャンスが訪れました。カードは出ません。注意にとどめます。助かりましたね。場合によっては今のがカードになることもありますからね。キーパーが PK を止めました。キーパーいい読みでしたね。この PK は失敗です。まあ4回に1回は失敗しますから、これは仕方がないですね。この選手は期待した通り素晴らしい働きぶりですね。幾度の決定機を作り、何度もゴールを脅かしています。あのゴールで頑張りが報われました。いいボールでしたが、ここはクリア。さあ、攻撃に意識を切り替えたい。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。キーパーがボールをセットして、ゴールキックからの再開です。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。ドニー・ファンデベーク。さあ、またここからの連携。ここを潰すことができません。硬いディフェンスに攻めあぐねています。いいパスだ。キーパー反応した。ボールを弾く。ガストン・ペレイロ。サポーターからの声援がひときわ大きくなりました。ピンチを出した勢いをこのまま保ちたいですね。ダレイ・ブリント、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ダビド・ネレス、細かくパスをつないでいます。どこから攻めるでしょうか。ニコラス・タグリアフィコ、ここを起点にできるか。見事なシェアです。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。ゴールキーパーに警告です。ただし退場ではないようですね。
中野選手に合わせたいですね。誰を使ってくるんでしょうか。ペナルティーエリアに入った。これはコースが甘かったでしょうか。ミートしきれませんでしたね。ドニー・ファンデベーク、ダビド・ネレス、これは見事に奪いました。ダニエル・シュバール、ボールを取りました。さてどうする。タディッチ、ここはインターセプト。しっかり予測していました。ダビド・ネレス、ゴール。アヤックス決めました。今日の試合は圧倒していました。得点差もさらに広がります。完全に優勢ですし、力の差が見て分かりますね。別のアングルからご覧ください。この試合に関しては力の差が出てしまっています。ここはパスミスになりました。ボールを失います。ちょっとレフリーが邪魔になる。ここはよくスペースが見えていました。このスルーパスは長すぎたか。パスが通った。いいボールを送りたい。外に出てゴールキックです。ダレイ・ブリント、デヨング、ブリント、ダビド・ネレス、またパスが通りました。今日はうまくつなぐサッカーをしています。これだけパスを成功させていることからも分かりますが、技術のあるチームですね。いいところに出た。キーパー弾く。イエス、ゴール決まった。最後は1対1ですが、それまでの組み立てが素晴らしいですね。キーパー今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが、相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。この展開を誰が予想したでしょうか。デヨング、これはまずいパスでした。相手に渡ります。デヨング、このパスはまっすぐ相手に渡ります。サイドのスペースが広く空いています。このボールは決定的。ここは枠を捉えきれません。ペースフェー選手交代です。デヨング、ダレイ・ブリント、ドゥシャン・タディッチ、ハキム・ツィエク、デヨング、いいカットです。ボールを奪いました。プレスがかかりました。いいプレスです。攻守逆転、得意の形に持ち込みつつありますアヤックス。デヨング、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ドゥシャン・タディッチ、デヨング、ダビド・ネレス、ニコラス・タグリアフィコ、中にスペースがあります。これは狙えます。ゴールだ。決まった。アヤックス、プロらしい姿勢だと思います。相手の集中も切れているでしょうから、チャンスは大きいと見ているでしょう。大量リードをもらって、監督も自然に笑みがこぼれています。
残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。試合終了、アヤックスが勝利しました。このゲームは一方的な展開となりました。はい、自力の差が出てしまいましたね。リーグ最少失点のアウェーチーム、このゲームに勝利しました。守備に注目していた試合ですが、今日はそれ以上に攻撃が光っていましたね。絶妙なパス、素晴らしいボールだ。このシュートを弾いた。これはカウンターを狙えそう。走り込んだ味方にスルーパス、ハキム・ツィエク。空いているスペースが見えたか。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。ここはパスミスになりました。ボールを失います。これはチャンスだ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。ゴールキーパーに警告です。ただし退場では。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ダビド・ネレス、ゴール。アヤックス決めました。またパスが通りました。今日いいところに出た。キーパー弾く。イエース、ゴール決まった。ニコラス・タグリアフィコ、中にスペースがあります。タディ、これは狙えます。ゴールだ。決まった。アヤックス、サッカーファンの皆さん、こんにちは。西岡明彦です。福西崇史です。今日はよろしくお願いします。今日の試合はPSV対アヤックス、注目のカードです。はい、どちらもオランダの強豪ですね。過去の戦績はアヤックスが圧倒していますが、最近の成績だけを見るとわずかにPSVが上回っています。これは素晴らしいゲームになりそうですね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はウィングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。ここで奪われると後がありません。これはいけません。あっさりとパスカット。真ん中にクロスを上げた。クリアできるか。デヨンク、ロゼア・マズラビ、ここを起点にできるか。ブリント、ドゥシャン・タディッチ、ラセ・シェーレ、ダビド・ネレス。アヤックスサイドのスペースが広く空いています。チャンスを伺っています。相手の動きを見ながらパスをつないでいきます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。これはサイドを上がれそうです。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ラセ・シエレ、カウンターを狙います。上がっていけるか。素晴らしいボールです。
スルーパスが出ます。さあ味方も連動して動いてくる。またイスデリフト。このボールは決定的。キーパーがうまく飛び出した。ダビド・ネレス、ロゼア・マズラウィ、ラセ・シエレン、これは見事に奪いました。ガストン・ペレイロ、ブリント、デヨンク、アヤックスサイドのスペースが広く空いています。蹴り出しました。これは危ない場面でした。ボールを失った。ここはカウンターが狙います。アドバンテージ PSV。 ここはフリーキックになります。PSV、 ゴールへのイメージが共有できていますでしょうか。ダレイ・ブリント、このパスは読んでいました。ニック・フィエル・ヘフェル、グティエレス、パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。マタイス・デリフト、タディッチ、ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。ディフェンスが冷静に対応、落ち着いてクリア。相手ボールのスローインにしました。デヨンク、グティエレス、ここはインターセプト。打ってきた。ボールを抑え込みます。アンドレ・オナナ、コーナーを取りました。ペースフェイ、ボールはエリアへ、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。今日の試合待望の初ゴールが決まりましたね。そうですね、このゴールをきっかけとして試合を動かしてもらいたいですね。同点になるか。ゴールキーパーが見事に止めた。集中を切ってはいけません。アヤックスのコーナーになります。狙ってきた。サイドコーナーです。キーパーこれをセーブした。近距離からのシュートでしたが素晴らしい反応を見せましたね。中に入れた。いいボールでしたがここはクリア。もったいない形でボールを渡してしまいました。このカウンターは不発。ボールをキープできません。決めに来た。この前半終了。キックオフで後半開始。アヤックスボールです。マタイス・デリフト、ダレイ・ブリント、ロゼア・マズラウィ、じっくりと出しどころを探します。入れば同点ですがこれは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。プレスが効いています。いいパスを出させません。
アヤックスのスローインからゲームが再開となります。前半この選手のプレーがよく効いていました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。サポートを使えそうです。決まるか。シュートは外れていきました。追加点なりません。決めておきたかった場面ですね。ドニー・ファンデベーク、マタイス・デリフト、ニコラス・タグリアフィコ、タディッチ、ラセ・シェーレ。危険な位置です。緊張、最高のボールが出た。素晴らしいタックル。ピンチの芽を摘み取りました。タディッチ、スペースに見事なスルーパス。同点ゴールが来るか。ポストに当たって入りました。得点したチームは喜びを爆発させ、失点したチームはがっくりと肩を落としています。ほんのわずかな差が明暗を分けましたね。打った選手を褒めましょう。イルビング・ロサノ、シュバーブ、グティエレス、マタイス・デリフト、うまくつないでいましたがここでボールを失いました。ドニー・ファンデベーク、ニコラス・タグリアフィコ、ここはフォワードが下がってボールを受けます。ラセ・シェーレ、ロゼア・マズラビー、ここはよくスペースが見えていました。決まった。アヤックスのゴールです。わずかに触っているんですね。あと少しで失点を防げただけに、ここはキーパーも悔しいでしょう。違うアングルから見てみましょう。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。さあキックオフ、試合はアヤックスがリードしています。ラセ・シェーレ、ニコラス・タグリアフィコ、ダニエル・シュバール、このパスはダメでした。通りません。相手に攻める余裕を与えません。いいプレスです。ハキム・チェーク、ラセ・シェーレ、デヨング、固いディフェンスに攻めあぐねています。いいパスだ。これは決まってもおかしくないシュートでした。デヨンク、ダビド・ネレス、ガストン・ペレイロ。試合終盤になってサポーターの応援がさらに熱を帯びてきました。点差はわずかに1点。この応援があれば追いつけるかもしれません。テクニックが光る、いい動きです。うまく読んだインターセプト、ボールがこぼれました。デヨング、グティエレス、
ラセ・シェーレ、マタイス・デリフト、デヨング、絶妙なパス、前に出しましたが気を抜けません。勝負はまだまだ分かりません。さあスタジアムのテンションが上がります。ラセ・シェーレ、パスをつなぐことでしっかりとこれは狙えます。シェーレ、クロスはマイナス、イエス、ゴール決まった。さらに追加点です。これはもう力の差が完全に出てしまったというところでしょう。これはもう今日は止められないといった感じでしょうか。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。ガストン・ペレイロ、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ドニー・ファンデベーク、ロゼア・マズラウィ、もったいない形でボールを渡してしまいました。絶妙なパスが出ました。このカットは大きい。しっかりとデヨング、ダビド・ネレス、試合終了です。アヤックスが勝利をつかみました。こんにちは、西岡明彦です。今日も福西崇史さんと共にお送りしていきます。よろしくお願いします。今日もいい試合になりそうですね。今日の試合はPSV 対アヤックスです。 L ディビジに所属するクラブ同士のカードですね。アヤックスはリーグ優勝33回、オランダカップ18回、数々の国際タイトルも獲得しているオランダを代表する名門クラブです。優勝争いの常連ですね。一方 PSV もリーグ優勝23回。ロサロ、このボールはゴールキーパーが止めました。デヨンク、シュートを狙う、難しいシュートでしたが枠を外れます。マタイス・デリフト、ラセ・シェーレ、ドニー・ファンデベーク、ニコラス・タグリアフィコ、デヨング、これは見事なパスカットです。これはサイドを上がれそうです。いいクロスだ。ニコラス・タグリアフィコ、ドニー・ファンデベーク、マタイス・デリフト、ラセ・シェーレ、ハキム・チェーク、ブリント、デヨング、ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。マタイス・デリフト、ちょっと消極的なパス回しです。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。前線の選手がボールを受けに下がってきました。危険なエリアです。アヤックスのチャンスになりますか。これを決めればリード。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。うまくゴール前に走り込んでの得点です。簡単に見えますが、ここに飛び込むことが大事です。いいゴールですね。この角度からも見ましょう。さあキックオフ、試合はアヤックスがリードしています。走り込んだ味方にスルーパス、中央へのボールはクリアされました。
シュートを狙う。キーパーが構えた手にシュートが飛び込みました。次々にパスをつなぎます。リードしていますから焦る必要はありません。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ガストン・ペレイロ、いい形でゴール前まで持ってきました。すぐにボールを戻しました。グティエレス、同点ゴールが来るか。チャンスはまだ続きます。ペースペイのコーナー、中に入れた。ボールを大きく押し出します。これはキーパーが難なくセーブ。コースが少し甘かったですね。さすがにあれは決めさせてくれません。このパスはカットされました。ハキム・ツィエク、ドニー・ファンデベーク、ダビド・ネレス、ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。ここはよくスペースが見えていました。シュートを打った。同点のチャンスでしたが惜しくも入りません。狙いは良かったと思います。追いつくためにはこういうプレーを続けるべきですね。ドニー・ファンデベーク、マタイス・デリフト、タディッチ、ロゼア・マズラビ、ラセ・シェーレ、これはいけません。あっさりとパスカット。ロゼア・マズラビ、カットしました。ここはどうするでしょうか。グティエレス、このパスは簡単にカットされました。素晴らしいボールです。スペースにする、素晴らしいスルーパス。ここでゴールです。同点になり試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力伯仲ですね。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ロサーヌ、キーパーの守備範囲です。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ハキム・ツィエク、前半終了です。後半開始の笛です。今度はアヤックスボールで試合が再開されます。ハキム・ツィエク、ドニー・ファンデベーク、タディッチ、マタイス・デリフト、慎重に攻撃、ゴールチャンス、ダビド・ネレス、ゴール。素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。しっかりと決めました。落ち着いていましたね。あのぐらいの距離だと逆に力んでしまう選手もいますが、冷静でしたね。さあキックオフ、試合はアヤックスがリードしています。グティエレス、ハキム・ツィエク、ロゼア・マズラビ、ダニエル・シュバール、ニック・フィエル・ヘフェル、ガストン・ペレイロ、グティエレス、ブリント、ここにいます。これは相手にパスしてしまいました。
もったいない形でボールを渡してしまいました。グティエレス、シュバーブ、ニック・フィエル・ヘフェリー、同点に追いつけるか。キーパーがキャッチしました。パスコースにはディフェンスがいます。ハキム・ツェイク、カウンターを狙います。上がっていけるか。カウンターアタックが止められました。デヨング、ドニー・ファンデベーク、ラセ・シェーレ、ノゼア・マズラビ、ダレイ・ブリント、タディッチ、ブリント、細かくパスをつないでいます。どこから攻めるでしょうか。ひとまず前に出しました。見事なシェアです。目の前にスペースがあるようです。ルーズボールになった。デヨンク、ハキム・チェイク、ドニー・ファンデベーク、このカットはスペースへのボール、これは絶妙なパス。サイドから中央を見る、カットしました。ここはどうするでしょうか。デヨング、ダビド・ネレス、ドニー・ファンデベーク、ハキム・チェイク、デヨンク、タディッチ、これはまずいパスでした。相手に渡ります。このスルーパスは長すぎたか。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ここはカウンターアタックを狙うか。これは見事なパスカットです。味方に出すでしょうか。狙ってきたぞ。ゴールキーパーがよく飛び出しました。ボールを抑えています。デヨンク、見事なパス回しでボールを奪わせません。このままリードを保って勝てるでしょうか。どちらが得点をしてもおかしくない展開が続いています。パスがまた成功。しっかりつなぎます。素晴らしいボールです。苦しい試合に素晴らしいスルーパス。スルーパスが長いか。決まるかと思いましたが見事なタックルでした。ハキム・ツェイク、デヨング、ダビド・ネレス、ダレイ・ブリント、このミスは痛い。相手にパスを出しました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。キーパーが見事に弾き出しました。ベースプレー、選手交代です。ボールを入れた。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。このパスは簡単にカットされました。このロブパスはよくスペースが見えていました。ボールがこぼれました。クリアできるか。ドゥシャン・タディッチ、ダビド・ネレス、ラセ・シェーレ、ハキム・ツェイク、このパスは読んでいました。試合終了。アヤックスが勝利しました。福西さん、今日のゲーム勝利を分けた部分というのはどのあたりにあったと思われますか。